キリストイエス様、今日のこの礼拝をありがとうございます。御座にいます方と子羊とを褒めたたえ、その賛美が全天に、そして全地に響いてきます。四つの生き物の賛美する声が響くとき、地の私たちもその響きと一つになって神を褒めたたえます。
聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし今いまし、やがて来たるべき方。これほどの神を讃える賛美は他にないというくらいの喜びの深い感謝です。どうかしよう、この賛美がさらにさらに全地に満ちますように。この賛美の中、あなたが御子を遣わし、この地になそうとされたことがなると信じるからです。神の愛が満ち、癒しがなり、平和がなる。この賛美の世界に呼んでくださったことをありがとうございます。あなたの賛美が満ち、あなたの願いがなりますようにと祈ります。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。1月は黙示録賛美の時にしようとずっと思っていました。今日もこの黙示録の賛美をしたいと願っています。でも宇宙礼拝が開かれ、私たちは天と地がこの一つになるということを祈り賛美してますよね。だから黙示録の賛美はそんなになんていうか遠いものではないって分かってきましたよね。初めはね、もうそこには花の美しさをめでたり、この主の愛や憐れみを直接に賛美する歌詞はないですよね。もう本当に聖なるかな、聖なるかなって、全能者にして主なる神、もうなんかこれにつきますが、でもそれは実はこの私はこの地上の、ね、いや天も含めてですが、全てのものを一人漏らさず、一人残さず、一つも漏らさずに愛し癒す賛美だと思っています。今日朝ここに座っていたら、ハープの奏楽がね聞こえたんですけどね、なんか いくつもこのなんか賛美の響きが聞こえてくるんですよね。そしてもうその一つだけは、まあ、どうしてもこれは置いとかなくちゃとか思って、なんかちょっとマナエちゃんを読んで来て来てって言ってたのを見ておられた方もおられたでしょう。でそれが本当に変わった賛美でした。もう正確には覚えてないんですけど、まあ、メモしてもらいましたから、また詳しくはね後ほど。柔らかい風が吹き、痛む心に癒しを、悲しむ心に慰めを与える。何か柔らかい風よ、風の響きを吹けみたいな。あ、そして最後に一言あって、あの子に吹けってね、あの子に、あるいはあの人って言ってね。で私はさっき直美ちゃんが今も弾いてるのあれ何って言って、わからないんですよね。4つの生き物の歌ですよって言われてしまいました。そっかって、まあ、4つの生き物の歌ね、もう本当に御座にいます方と子羊に栄光と誉れがあるようにって、もうこの賛美感謝を捧げている、そんな4つの生き物ですけれど、その賛美の持つ力っていうか祈りはね、多分あの子に、あなたの愛する人に、大切な人にその癒しが行きますようにって、まあ、でもちょっと変わっているからね、ブックこと福田恵美さんはね、
天に帰られたのはいつだったって言ったら昨日だったって言ってね、そして次の日に感謝やなあがね与えられたって聞いたから、そっかって、私はなんか今日もエミさんと礼拝したいから、これエミさんの好きだったブラスなんですね、なんかこのところずっと聞きますが、だからエミさんの祈りかもしれないとも思いました。ただその後だったんですよね、まだそこに座ってたんですね。で今日読む御言葉とかこうしないといけないんだけれども、だ横からなんかピーンっていう音がするんですね。あのピーンという音はあのもう初めて聞いたのはこのもうずいぶん前、2000年前、聖なるカナがの賛美が与えられる前だったんですけど、あのイスラエル旅行へ行く前でしたから、多分1999年かな、あの明日はピーター先生の聖剣だって言った日にね、あ多分あのモーセのね律法のことを話されるのかなとか、なんかそんなことを思ってる時にピーンっていう音が鳴って、私は初めて聞いたんですね。それで今だったらね耳鳴りかとか間違うかもしれないけど、当時は若かったし、これは一体何だろうって言ってね、それもねただピーンって言うだけじゃないんですよ、ピーンってまっすぐに来たり斜めに来たり、変だなーってね、このピーン何だろうって、そして心を向けたらメロディーがあることに気がつきました。そしてそのメロディーに心を向けてるとイニシエノの賛美になったんですね。当時私のその音取りをしてくれたと思うんですけど、あのもう天に帰りましたが、村山真知さんがね、私たちまっちゃんって言ってたんですが、村山真知さんがね、あのピーンっていう音はね光子さんの根音だって、根ってね根の音と書くんです、根音だって言ったんですよね。私はもう初めて聞く言葉だし分からなかったけど、どの人にも根音っていうのがあるんですって、その人だけの持つ音、私のがそのピーでね、あのフラットのなんとかやとか言ってだけど、よく分からなかったから覚えられなかった。でもあのイニシエノの音の中にある一番の音が私の根音かもしれないです。そのピーンがね実は一昨日もそして今日も聞こえたんですよね。このピーンっていう音がするもんだからびっくりしたら、誰かがこの癒しのグッズの箱を持ってきたんだよね、カゴを。ってね、このカゴを置いたからピンという音がしたのかなって、主よこれ何ですかって、あのピンというあれがもし賛美なら賛美くださいって言ったらすぐに来ましたよ。それもまた本当に変わってた。私の祈りは神様の方ですよ。私の心、私の愛するものよ、幸いであれだったんですよね。幸せであってほしいって、なんかあそこにね、なんかそれを願って、ね、入れられた方があるのかもしれないし、あるいはこう皆さんの、ね、癒し礼拝にかけてこられた祈りが、思いが、神様がそう言われたのかもしれない。それで、あのまあ、そんなこの普段私の使わない言葉ですけどね、なんかまああまりにも温かくて、あの胸がいっぱいになってここへ来ました。なんかもうこのこれを話そうあれを話そうと用意してたことなんかもういらんって言われたみたいな気がして、あのでも賛美はねまさにイエス様の神様の祈り、はい、心ですよね。だからこの今日は立体賛美をしますが、このその響きの中にね、あの癒しがあり愛があり許しもあり、そして平和がなるって、平和がなるっていうのは和解がなってね、平和がなりますよね。ああそうなんだって、賛美しながらあるいは聞いているだけでもそれがなっていくことを信じてね、この賛美にもう私は浸ってほしいと思いました、今日は
今年は聖なるかなという賛美が与えられてから丸20年になります。本当に変な話をして申し訳ないけど、もう今もピーンっていう音がもういっぱいにしてるんですよね。もうそうだよそうだよって、もう本当に共に神をね褒めたたえようって、なんかまあそういうのかもしれませんね。だからあんまり話すなって言われてるんだよ。ちょっとだけ話させてください。もうあとはね、解き明かしを通して、もうその中でもちょちょっと話すことにします。20年前1月16日土曜日だったんですよね。そし違う土曜日の晩、15日の晩、当時エルシアの101が事務局で、もう働き人たちは11時12時もっと過ぎまで仕事をしていました。土曜日のだから深夜、私がもう帰る頃って言ったら12時半ぐらいだったんですけど、家はすぐそばですからね、帰ろうと思ったらキャロこと平岡直美さん、この人も持ってに帰りましたがね、一生懸命仕事しているので、ちょっと声をかけようと思ったのかそば寄ったんですよ。そしたらスクリーンにね、御座にいます方と子羊とにっていう聖書の黙示録の御言葉がね、もう一生懸命売ってるとこだったんです。きっと与えられたばかり の賛美が届いてたんでしょうね。でそれを歌うことになってたから、当時オーバーヘッドって言ってました、オーバーヘッド のこの、ね、シート作ってたんですね。私はそれを見て、聖なるかなの賛美が欲しいねって言った。そしたらキャロちゃんもそうだよねって言ったような気がするんですよね。それでバイバイ、そして家に帰りました。そしてまあ、バタバタして、それからお風呂に入ったのが多分ですよ、もう覚えてないんですけど2時ぐらいかな、2時半かなんか、もうすごい時間でした。次の日が日曜礼拝だというのにですよ。それでお風呂に入ってたら、もういきなりポンとこのメロディーが飛び出しました。今日の週報にもねちょっと書いてありますよね。もう私はね、家でこの雑草の化粧類の花がいっぱい増えるんですよ。花に春になったらこうオレンジ色の花が咲く、こうヒュルヒュルヒュンって首をもたげた可愛らしい雑草なんですけどね、あれが開くとき本当に音するんですよ、ポンって。そんな風にしてメロディーが出てきたから、これは残さなくちゃいけないと思って、もうやむなくエルシアの201の私のオフィスの留守電を使いました。で、まあ、マナエちゃんのあの週報によるとね、もう一昨日していたまっちゃんはね、忙しすぎてね、とてもじゃないけれども私の留守電から取ってもらうなんてことできない、もうそれぐらいの忙しさだったんですよね。そしたらマナエちゃんが通ったから、でも思い出したんですよ。私は窓を開けてるんですよね、いつもね、暑いから。それが1月16日ですけどね。マナエちゃんは書いてました、凍えるようなところを歩いていたら美津子さんから声かけられたって。見えなかったら声かけてないよ。そして、声かけて、そして、まあ、録音したと。まあ、確かにそこには聞いたことのないようなもう本当に深い深いというのか、まあ、怖いような声がね一緒に入っていました。あそこにも書いてあったでしょう、これだけは黙っとこうねって、伏しとこうねって、で、うん、って言って彼女も深くうなずいたのに、すぐにもう言い回してみんなに、うん、知られることになりました。でもマナエちゃん言ってましたよね、人間の出せる音域の声ではないって。もう後になってね、もう私は天のものも地のものも地の下のものもこの礼拝に呼ばれるということでね、聖なるかなをね歌ったんだろうと思ってますけど、そしてこのメロディーを音取りしてもらったら、私はアーメンかアレルヤだと思ってたんですよ。もう特に
あの救いはあの神と子羊から来たるというあれかと思ってたんですけど合わないんですよね。そしたらマナエちゃんが聖なるかなよって合わしてみたらもう一音も高まず今の歌ってる通りの賛美になりました。これがあの2000年に与えられた黙示録賛美の第1号でした。でこの賛美がもう与えられてから驚くばかりにもうほぼ毎日のようにもう次から次へとあの賛美が与えられるようになりました。でももともとはこの前に3曲あの鳩以前の曲が賛美集にもね鳩曲って呼んでるんですけど以前も3曲載っています。初めにとその響きはと古へのこの3曲ですね。で、今から33年前ですかね、白い鳩によって私は神様に出会いましたよね。でもそのきっかけになったのはこの威厳って何ですかって聖霊のことも教えてくださいってピーター先生がおられるアメリカでの集会でベテランクリスチャンがねそういうことを言われたんですよね。で私は初めてだからもうそんな言葉聞いたこともないしね字もわからないんですよね。この聖霊が米のね霊というぐらいだったら知ってまして当時精霊流しっていう歌が流行ってた。だからねそれならわかるけれども私はもう幽霊ぐらいにしか思ってませんでしたからもう本当にわからなくてしかしもう好奇心がめっちゃくちゃこの引き出されてねあのその威厳を知りたい威厳を語りたいというような思いはもう強烈に持ったんですよね。でしばらくしてからなんとなく口から言葉が出るような気もするんだけど本当に出てるのかなんか自分で作って思い込もうとしているのかさっぱりわからない。本当にこれは間違いのない疑いようのない威厳だっていう威厳が欲しいと思ったんですよね。もう今から32年前です。そしたら当時はピーター先生はまだアメリカで私は大阪のある教会に行き始めていました。たまたまそこの牧師夫妻がね私の家に来られたんですよね。訪ねてあの私ね教会の先生が家を一軒一軒自分の教会に来てる人をね訪ねて来られるなんてことも知らなかったからねもうほんとびっくりしましたよ。もうそれで言いたかったことはもうほんの本音の一言だけだったんです。私疑いようのない威厳が欲しいんですって言って、そしたらあのペンテコステ系の教会でしたからねすぐにねお二人は私に手を置いて祈ってくださったんですね。そしたらもうそれこそ本当に疑いようのない威厳が出ました。まあ嬉しかった。この威厳をね語るか語らないかの自由は私にあったけれども何を語ってるかというコントロールは効かないんですよね。何を語ってるかということはわからない。当時はまだわかりませんでした。それででもその日から本当に不思議なことが起こるようになりました。聖書を開いてねどこを読んでもね威厳で読める威厳になるということに気がついた。そして読むんですよね。そしてこのある言葉にはある一定の威厳があることに気がつき始めました。だから教会とかいろんな人が祈ってる威厳をね聞いてるだけで音声ですよ音声変換ですけどこのあ今この人はこういうことを言ってるんだとか分かってたんですけどすぐにもう 2,3 ヶ月でさっぱりそれができなくなりました。この覚えているのはね感謝と賛美がもうほぼ一緒の威厳であったことと十字架と主ロードねマイロード英語であっても日本語であってもですよほぼもうこれはもう全くかもしれない同じ威厳だったんですよね。でそうかってやっぱり威厳って主のことをね語ってるんだって賛美してるんだと思ったものでした。そして詩編を読むとメロディーがついていることが分かり私はそれを
毎日だから詩編はもう歌いとかね、イザヤ書も歌ってました、いました。録音するなんてその頃は思いつきもしないからもうずっとそうしてたんですよね。で時折あのアメリカへ行くことがありましたから、アメリカでこの私をね、あの集会に初めての第1回目のバイブルスタディにね誘ってくださった三田美和子さんっていう方おられたんですけど、もうこの方も天に帰られました。彼女にはね、この威厳になるのよって、歌も出てくるのって言って話したら、ぜひ聞かせてって言われたから、あの私恥ずかしいから、恥ずかしがりなんですよ、嫌なんですよ人の前で、ももうあんまり言われたから詩編23編を歌いました。そしたら彼女はね、もうすっごい喜んで感動してね、わあなんて綺麗って言ってね、それをね彼女録音したんですよね。でももう天に持って行ってしまわれたから残ってないと思います。でそこでそうかってね、あの他の人にも綺麗のかもしれないと思って日本に帰ってきて、その当時行ってた教会の先生とね二人きりになった時に、実はって言って歌ったんですよ。そしたらね、あのこういうことはしない方がいいと、あのやっぱりなんか危険を感じられたんじゃないんですかね。それを言われて、もう私は二度と人には歌わなくなりました。ところがそれだけじゃなかったんですね、やめてしまった、歌うこともねやめてしまって、実は最初の頃響きがあってこの賛美してたんだ、歌ってたんだということすら忘れてしまいました。まあそんな歌わなくったってね、御言葉だって詩編だって美しいですよね、十分それを過ごしてきたんですよ。ところが2000年になって聖なる方が飛び出した後、この戻ってきたんですよね、聖書を読んだら、あどこもかしこも家になる、あの時私賛美してたじゃないかって。だからこの、まあ、あの頃とは間違って、それは本当にポンと飛び出すというようなね形でしたけれども、神様がやっぱり、ね、戻してくださったんだと思いました。そしてそれだけではなくて、この全てのものに響きがありね、あの威厳の解き明かしもあるということが分かり、もうたくさんあの神様と、あのまあ語り合うというような神様との時をね持つことができるようになりました。本当にあの風に耳を傾けたらそこに賛美があるって、風の中からイエス様の声が聞こえるとか、花を見ても草を見ても木を見てもそこにメロディーがある、石ころすらあるということが嬉しかった。今思うと作られた全てのものは作り主を賛美してたんですよね。私はこの宇宙礼拝にね、お神様はやっぱり見せてくださっていたんだと今になって思います。今日はその賛美、私はこの4つの生き物の歌こそあの全てのものの代表だと思ってるんですよね。だから今日はこの聖なる方をまず立体賛美したいと思いますが、3と7もまだ歌ってないんで、どの聖なる方を立体賛美の時に自分が歌いたいか歌えるか、もうね聖なる聖なる聖なるかなとか、聖なるかなだけでもいいんですよ、あのどこかに挟む、なるべくこの賛美隊と一緒にすると歌いやすいですけど、賛美隊の間にはまた何か別な聖なるかなとかが入っててね、もうさっぱりわからないという人は好きなところで、あこの辺だなと、もう自分が歌いたいなというところでもう聖なるかの一言でもいいので
入ってほしいと思っています。だから聖なるかなは、これは今日私の聖なるかなというのは覚えてくださいね。1と2と3と74は、まあ、賛美歌歌いますが、4も別に歌ってくださって構いません。では3と7いきましょう。聖なるかな、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 昔今し今いぼし世のべきたるべきかな、
麗でしたね。昨日は実はこの賛美練習をしているときに、昔いまし、今いまし、やがて来たるべき方、昔過去におられ、現在も生きておられ、そして未来もおられる。それがね、この今という、だから過去を生きてもう生きてないんじゃないんですよね。過去を生きて今も生きておられるでしょ。だから今過去に生き、今未来に生きる、なんかこう一つになってね、生きておられる神という思いがして、そうだよな、だから過去のも生きておられるし、今も生きてる、これから先のことも生きておられるんだから、この過去の癒しも今ね、賛美するときに過去のことも癒される、まあ、根こそぎの癒しがやっぱりこの賛美を通してなるんだって感動したんですよね。で、今日はこの全能者ってできないことは何一つないという意味ですよ。もう神にしか使えない、ね、人間で全能者ぶる人いるけど、あんなのみんな偽物です。本当に神だけに言えることだということは、本当にこの神様を神と称えるということは、もう本当にこの神様をどこまでも信じる、神を神として信じる、なんかそのなんかこの喜びっていうんですかね、まあ、信じることが喜びなんていうと言葉はちょっと語弊ありますけど、でもやっぱりその信じることができる、信仰を与えられている喜びかな、なんかそんなものが、ああこの全能者にして主なる神っていうところから溢れてきました。神様もその信仰を喜ばれて、ね、そして喜ばれたその最高のところが十字架の死だったんですよね。あなたのために、私のためにこの方は死なれた、そんな本気の愛を褒めたたえています。ではこれから一体賛美に入ります。まず4つの生き物のアレルヤ、これを賛美隊が賛美し、それから聖なるかな 1,2,3,4,7 一緒やった 1,2,3,4,7 を賛美して、ここにこう歌詞がたくさん出たら立体賛美に入ります。で、先ほど賛美練習でも言ってましたが、聖なるかな1、一番最初に与えられた聖なる1が終わるときに立体賛美も終わります。ただまあもう一つ最後にね、聖なる聖なる聖なるかなとか何か言いたかったらもちろん自由です。ではちょっと御言葉だけ先に読んでおきます。溝の前はっていうところから黙示録の溝の前は水晶に似たガラスの海のようであった。溝のそば近く、その周りには4つの生き物がいたが、その前にも後ろにも一面に目がついていた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その翼の周りも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべき方。この翼も何もかも全部目で覆われてたんですよ。もう見る、この見る、もうね、代表して見る、見るということがどんなに大事か、神様を見る、もうその目だけがあればいいんですよね。はい、もうここでまたこの4つの生き物の見た話をしたらね、もう長くなるので今日は立体賛美に入ります。ここに流れる愛を、癒しを、ね、受け取ってくださいね。
Thank you.
綺麗でしたね。このなんか一瞬なんか体重がなくなっちゃってね、ほわーんとした感じ、ここで引っかかってひっくり返すなりました。いやあ、これはもう本当にこれを聞いているだけで、ここにいるだけで、もう本当に癒しがね、絶え満ちてるんだと思いました。この立体賛美っていうことについてね、まだ話してなかったんですけれど、立体賛美っていうのは今のように聖なるかな1から10までとか、そこにサンクトスとか、こう同じ歌詞のものを重ねたりちょっとずらしたりして歌うということもありますが、このもう全く違う賛美を詩編148、149、150をね重ねて、12月でしたかね、立体賛美しましたよね。そういう立体賛美もあります。先日っていうか、まあ、だいぶ前なんですけど、テレビのアニメでアナと雪の女王を見てた時にね、女王と誰だったかなんか、あるいは誰か忘れたんですけれども、この一緒に違う歌を歌ってたんですよ。もうそれがまたもうことのほか美しかったのね。そっかって、オペラだってね、たくさんの人が違う歌詞で同時に歌うということはよくあります。時にはね、私あの人のことを好きなのに、あの人は分かってくれない、私の僕の思いはどうしたらいいんだろう、背中を合わせてね同時に歌う場面とかもありますよね。で、このそれもね、やっぱり響き合う、一応響き合うから綺麗んですよ。しかしね、私たちの立体賛美とはやっぱり違うな、もう決定的に違うなというのは、私たちのこの立体賛美は、立体賛美の響きを通してね、このこう人の目をキリストに向かわせる、なんか群れを、ね、こう揺さぶって整えて、あっち向いてこっち向いてしているのを一つの方向に向かわせる、なんか主の臨在、そんな力がありますが、この声で響きで言うとね、オペラやそういうアニメのこのね共に歌ってる賛美っていうのはその人数分だけの声なんですよ。でも立体賛美の時はもうその人数以上、あるいは人数以外という方がいいのかもしれませんけれども、その響きがある、新しい響きがあるんですよね。だから私この立体賛美してる時も、最初のこの 1-1 の時でもでしたけれども、もうたくさんのなんかこう賛美がね、新しい賛美が聞こえてくるなって思っていました。なんかこの新しい賛美、新しい響きですよね、新しい賛美であり新しい響きが、私はなんか本当にこの力となって、この洪水が、賛美の洪水が避けて通るものがあるとでも思うのかと語られたように、この地球上の災害や危機に、あらゆる痛みに悲しみに病に届かないはずがないと、むしろ届くというよりすっぽりと包んで休んではないかと思いました。なんかそんな包み込むようなこの新しい響きが生まれてきます。もう一つあるんですが、その前に解き明かしをね、もうちょっと紹介したいと思います。すごいスピードで言うので、後でまた文章の時はどっかに出るので、まあ、だーっと見ててください。最も新しい解き明かしは、新しい歌って、これね、ちょっと前なんで、これのもう今日、これが一昨日でしょ、昨日、実はもう係にも言うの忘れてたんですよね。新しい歌はね、新たにする歌であるって、もしかしたら今日の最後に御言葉とともに出てくると思います。これは、一番最初の、最近のね、この用意できた最近の新しい歌は私の心であるって、なんか嬉しいですよね。
木の、 あの解き明かしをねこう準備していた時にこの言葉がどっかから湧いてきました。もうなんかひらひらひらっと降りてきたみたいな感じだったんです。そういえばかつてなんかねあの語られたこともあったよなとか思ってたんですけど、もう忙しさに紛れてもう忘れました。私大抵ねメモするんですけど、忙しいとメモも忘れるとすぐ忘れる。そしたら2時間後ちょうど夕拝でしたから、夕拝の直前ぐらいですかね、もう一回これが来ました。次にもう一つ言葉と一緒に、新しい歌は私の心である、風の教会に私の心はここにあると語ったことを思い出しなさい。そういえば言われたような、言われたことないような、ひどいですよね、なんかそんな記憶です。それで私の心はここにあるという解き明かしがあったらね探してと頼みました。すると見つけてくれました。2006年、日本設計との契約によって風の教会建設が始まった日だったんですね。私の名のために建てられる宮である、私の名を伝え私の名を残すものである、続きがあります。何を恐れるのかって、このねあまりにすごい設計とねかかる費用でね、もうとってもじゃないけどね私たちには無理だとか、もうどうしようってね、もうきっと恐れが来たんでしょうね。何を恐れるのか、私の喜びではないか、大きな喜びではないか、私の心はここにあるだったんですよね。ということは風の教会に新しい歌がある、神様の心がある、新しい歌があるということですよね。風の教会ってもう風の教会に生まれた私たち賛美の民でしょ。なんかそこに新しい歌が与えられています。でこの時に私の心ってなんかいい言葉だなとか思ってると、その例のねピーンっていうのがね来たんですよ。ピーンって、もうあそうかピーンだって言って、また心を合わせると不思議なというか可愛らしすぎるなんかメロディーが来ました。そこは書いてないんですよ、まだ完成してないからですけど、ララランラララン、新しい歌を歌え、歌え歌え、新しい歌を歌え、あとちょっともう一回ねララランかもしれないけど、そんなんでした。でこれだけは忘れたくないから、オフィスへ電話して、私自分の部屋にいたからオフィスに電話してね、まなえちゃんか誰かおとといできる人いるって、10秒でいいのってね、出てもらってって言ったら、なんとねここでずっと練習してね、事務局にいなかったまなえちゃんが、あそこのね山崎まなえさんが事務局に行って電話のそばにいたんですよ。じゃあこれ撮ってって言って、彼女はもう始まる前だからびっくりしてますけど、まあ慣れたもので撮ってくれました。そしてその後だったんですよ、礼拝に出ました。夕拝はね、おられた方も多いと思いますが、林さと子さんがお父さんとの和解、もう天に帰られたんですけれども、お父さんとの和解というか、癒しをね、語られて、もうお父さんっていうのはね、もう超気難しい人だったんですって、もう時間さえあれば怒ってる。だからね、部下の人が会いに来てもね、もうよく叱られましたっていうこと。聞くって言ってました。食事に行ってもね、みんなでね、ちょっと欠点つけては難癖つけてずっと怒ってるんですって。ほらね、こんな人と食べに行くの大変ですよね。そのお父さんが天に帰られたんだけど、その前にだったかな、詳しくはどこかで読んでくださいね、なんか神にね、あなたは使いなさいみたいなことをね言われて、洗礼は受けてるけどね、まさかそこまで信じてると思ってなかったから、その言葉にびっくりしたっていう話がありました。でそして選んだ賛美がね、佐徳さんが選んだ賛美がローマ書9章の憐れみに召されるというところ、書いてるかな、今日は書いてなかったんですね。憐れみに、神の憐れみの器として、なんか私たちを召されたというロマ書のところからできた賛美があったんですね。
でもう私はそんな賛美があることすら知らないし、メロディーなんかも覚えてるわけがなかったんですけど、まあみんなでね歌ったんですよね。そしたらね、何のびっくりしたかというとね、ララランラララン、新しい歌を歌えのメロディーと一緒だったからです。でね、もうそらね本当にびっくりした。でまあ私はねよくわからないもんだから、あるものを聞いても一緒に聞こえたりね、違うものを一緒だと言ってみたりね、まあ、よくみんなを困らせるんですよね。だからまなえちゃんのところ行って、どうって言ったら、うん、同じだってということは、もう礼拝直前にね、お父さんがね、あの哀れみに生きると、あのこの賛美をね通して私は生きてるよって、あのただ生きてるだけじゃないって、この新しい歌をね運んでるよって、いや神様に仕えてるよということをね、さとこさんに言いたかったんじゃないかと思いました。彼女もね、あの礼拝の中でもお父さん生きてる印を見せてって、もちろん亡くなって横たわっておられる、そして顔にこうなんかかぶしてありますよね、白い布がね、生きてる印を見せてって言ったらね、そのこれがめくり上がってひらひらと動くんですって。風も吹いてないしエアコンもないのに、そして誰かもう一人、お兄さんか 誰かね、自分もそんなの知りたいって言ったら、またその時だけ顔をひらひらって、そしたら多分娘さんと思うんですけどね、娘さん、私もね見たい、おじいちゃんが生きてることを知りたいって言ったら、また綺麗が浮かんでひらひらひらってしたんですって。それでね、父が生きてるということはね、私も知ってましたって。でもね、喜んでね、生きてるって、喜んで神様のためにね働いてると知って嬉しいですとか言っておられました。やっぱりね、生きるってただ生きるんではなくて、やっぱり神様のために生きる、神様の喜びに生きるのをね、やっぱり生きるって、もう肉体を持とうが持つまいがね、生き続ける、そう思います。さて、それでは次から聖なるかな の生まれるちょっと前のところです。もうたくさん山ほど解き明かしがあったので、聖なるかな、新しい歌、4つの生き物の歌を中心に解きました。聖なるかな以前の解き明かしです。新しい歌が天に満ちるってね、実はこの日は賛美セミナーっていうのが1966年からあって、これが8回目の時だったんですけど、私が初めて歌詞をつけるようになったんで、それまではピーター先生がつけてられたり、賛美セミナーに応募する人が勝手につけてたんですよね。でそこに私がつけたのが、そして新しい歌が天に満ちる、この言葉が来たからつけたんですけど、天に満ちてるのは当たり前なのに、なんでわざわざ天に満ちるって言うんだろうって、地に満ちるって言った方がよっぽど、ね、自然なのにと思ったけれども、どうしても天に満ちるでした。でなんとなく分かったんです、地に新しい歌が満ちるとき、私たちが地で新しい歌を歌うとき、天にも地にも、ね、この賛美が満ちるということかなとか、まあそんな感じです。そしてその次、まだこれ1999年ですよ、もう一つ新しい歌を歌え、もうたくさん語られてますが、そして2000年1月16日になります。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なるか、昔今し今しやがて来たるべきって方、この日おととりをしてもらった夜ですよね。もうだいたい残ってるスタッフってやっぱり10人以上いたと思うんですけど、みんなでオフィスに集まってこの賛美をしました。はいもう一回、はいもう一回って言って、ね、ついには録音までしたのがこの日でした。そして終わるとね、本当にもう1月17日阪神大震災の5周年の日になっていました。で修法にもまなえちゃん書いてますけどね、
この時ね、もうガヤ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 と、もう嬉しそうな何ともいない声がね、前の通りをね、子どもたちの声ですよ、通っていくんですよね。私だけ聞いたわけじゃないんですよ、いた人みんな聞いたんですからね。そしてまなえちゃんはカーテン開けたらね、子どもなんかいなかったって、まあね、もうなんか賛美に癒されて喜んでたでしょうね、もう分からないですよ、はい。そしてさらにこの後から、もう8月になっても新しい歌を歌え、新しい歌の中に私を見るであろうと語られています。今まではね、感じてきただけなのに、これからは私を見るって語られたのが4月でしたね。8月にもまた語られています。そしてさらに、天の礼拝に呼ばれた者たちよ、4つの生き物となって賛美せよ、私はお前たちに愛を託した。これは芦屋で黙示録賛美コンサートがあったんですけど、名古屋でもありました。リハーサルの時に語られました。もうね、4つの生き物と共にではないって、4つの生き物となって賛美せよ、で愛を託したって、神様愛を託されたって困りますって、どういうことかわからないですよね。そうしたらその次に賛美の届くところに主の愛がなるって語られて、その翌日ぐらいですよね、はい。そして4つの、これが8月10日で私たち鳩の日と呼んでいます。礼拝の賛美の中で聞こえてきた言葉、私には天にも働き人がいる。まあそら分かりますよね。そして次のことが言いたかったんです。私は待っていたんだよ、天にいる者が地の者と共に礼拝することを。そのような礼拝のできるところを待ち、礼拝できる時を待っていたんだよって、もうずっと待ってる待ってると言われていて、ここでまたもう語られました。でこれが大津リトリートで中で、ね、宣言されましたよね、はい。そして、ピーター先生がこの日何だったか忘れましたけど、新しさのために聖餐式をしようと言われて、聖餐式をした時に語られた言葉です。私の願いは新しさのうちになる、新しい歌を歌え、風の教会は私の新しい歌である。新しい歌は私の心であるって一昨日語られたとね、風の教会は私の心であるですよ、はい。ではさらに、では阪神大震災17周年の早朝、聖なるカナ銃が与えられた。どういうわけか知らないんですけど、これを与えてくださったのはなぜですか、よりによって17周年の日に与えてくださったのはなぜですかって、地のために、天も地のために、地の人と共に祈りたい、ね、賛美したいんでしょうね。え、地のためにですか、では最初の聖なるかなは何のためですか、天の礼拝に呼んだんだよって、私たちあの最初の聖なるかなの賛美によって天の礼拝に呼ばれたんですよね。今でいう宇宙礼拝です。もうその時から私たちは呼ばれてて、ちょっと気がつくのに10人くらいかかりましたが呼ばれていました。これを読んでも分かってなかったんですよね、はい。そして、2012年6月、聖なるカナの賛美の中で響いてきた声、これ礼拝の中でした。ここから全てが始まったのだよ、確かにそうですね、これが最初の賛美でしたからって返事を、ね、太い方は私の返事です。命の始まりなんだよ、もうそれはわからないクエスチョンマークです。命ですか、すでに天に帰った人たちもこの命の中にいるのですね、まあ、なんせちょっとトンチンカンですけどしょうがないんですよ、分かんなかったんですよね。あの聖なるカナの賛美が命の始まりだよなんて言われて、はい、その次です。命につながっているんだよ、はい、これが神の家族である、命の家と言っただろうって、礼拝の賛美の中で、まあ、特にこのピュアな賛美ですよね、聖なるかなってね、
ここに命が始まり、なんか全てがあるって。はい、そして2012年7月7日、ちょうど宇宙礼拝の宣言がされたからですね、聞きました。宇宙礼拝に呼んでくださっているというのはどういうことですか。命に変えることだよって。なんかクエスチョンマークの格好が大小になってますが、まあ、いっぱいあったという意味。はい、その次、それを聞いた時、先日聖なる方の賛美の時、すべてはここらが始まったのだよと語られたことを思い出した。天の礼拝からすべてが始まった。天の礼拝は命の始まりだと言われたと受け取る。これはもう今なら宇宙礼拝と言います。あ、でもまあ書いてあるの、宇宙礼拝は天の礼拝です。はい、私の命と一つになることである。命に変えるというのはね、どういうことかって。私の命と一つになることである。すべてのものが私にあって一つになることである。この時エペソ書の御言葉があるかな。あ、ね、今時の満ちるにを読んで、実現されるご計画が神様には終わりだった。それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくですよ、一つ残らずキリストにあって一つに着せしめようとされたので、一つにしようとされたって、ねねね、一つになることによってあがないの愛は完成します。はい、次が、今度もありますが、公開録音のベストリハーサルでのことです。2曲目のホーリーアレルヤ、英語に続いて日本語の聖なるかなの賛美の時、あ、そうだ、なんか足りないという思いがした。でももう始まってるんですよね、録音が。だから私は何も言えない。練習中だったらちょっとここで祈りますって言ってね、止めて祈るんですけど、もう録音が始まってたのでできませんでした。で、何かが欲しい、助けてほしいと思った時、天の助っ人に祈ろうという考えが浮かんだ。2013年ですからね、まだね、この天の助っ人をね、今ほど来てもらうとかあんまり意識してなかったんですけど、この時は思いついたんです。で、4つの生き物たちよ、24人の長老さんたち、そして天の軍勢よ、私たちの賛美と一つになって賛美してください。賛美を助けてください。すると賛美は一挙に響きは倍増し、力ある美しい賛美に変わった。もう誰もが分かり、誰もがもう驚く。私なんかここにいてね、決して口に出してないんですよ。この続き書いてます。声に出して祈ったわけではないのに、急に響きが変わるなんてと、心の中の祈りが聞こえるわけはないよなと思っていると、心の内に声が響いた。一つなんだよ、風の教会なんだよ。って全然わかりません。クエスチョンマーク。一つの体なんだよって。心の中でね、助けてくださいって言っただけなんですよ。もうその瞬間のね、変わりようの凄まじさったらね、本当に素晴らしかったんだ。最も美しい録音の一つとなりました。だけど発売はしなかったような気がします。別なのをね、発売したような気がしますが。で、心の中で思っただけで風の教会一つなんだ、体なんだということは、ここでね、皆さんが、ね、このことをね、癒してください、あの人を、ね、助けてください、心の中で言っても、もう体なんだよってこの祈りはね、聞かれてる、届いてるということなんですよね。私これはね、この礼拝の力だと思った。礼拝に中でね、もう本当にちょっとしたことを祈っても聞いておられる、ね、それが風の教会です。はい、そろそろ終わりかな。あ、これって言ってクエスチョンマークだから分かってないねって、今だって分かったつもりですけど、本当は分かってません。はい、癒し礼拝で黙示録立体賛美をしたとき、あ、聖なるかなは銃で終わるのですねって、もうサンクトスを歌ったんですよね、銃の次に。だからサンクトスと聖なるかなは銃で終わるのですねって、最後はない、これからはお前たちが歌いなさい、これも正直言って意味不明です。
聖なるかな銃は最後ではない、まあ、新しい歌はどんどん与えられてますから、それを歌いなさいということかもしれないし、あるいはもうテント一つとなってね、だって四つの生き物となって御座の前で歌うんでしょ。そこであなたが歌う新しい聖なるかなは、ね、その11なのかもしれないし、わからないです。でもなんかこう語られました。そしてこれです。この響きの中癒しがなり平和がなる、新しい歌によって癒しはなり平和はなる、新しい歌を歌え。こうして私たちね歌ってきましたね。はい、それではこんな時間になりましたが、アーメンいきましょう。
当に賛美の響きがどんどんなんかこう一つになってきてますよね。これを立体賛美するんですが、まずこのアーメン、今のアーメンですよね。それを賛美隊が歌ってくれ、もう途中からはこのアーメンに4つの生き物のアーメンがもう重なって、立体賛美になります。そして皆さんは4つの生き物の歌が始まったら4つの生き物の歌かアーメンか、もうどちらかでも好きな方を歌ってください。もうどこに入れていいか分からなかったらまたそれも自由にもうアーメンと入ってくださったら綺麗と思います。でアーメンとアレルヤが実は今回はここでは一つです。黙示録にはアーメンアレルヤってアレルヤですけど、ね、書いてありますよね。もうその世界です。はい、では行きましょう。キリストイエス様、たくさんの癒しをありがとうございます。今から癒したまえの賛美とともに
主よあなたに祈ります。もう十字架の上ですでに癒しがなっているから祈り求めます。今胃が痛い人、特に胃の上の方が痛い人、また右側が痛い人に主の癒しが行きました。足が冷える人、しびれる人、なんか足になんかグリグリかなんかわからないんですけど、それが痛い人、主が癒しの御手を置かれました。目が見えにくくなっていると心配している人と、目の奥に痛みがある人、目の奥に何かな、言葉で言えませんが、なんか影のようなものを感じる人、目に癒しが行きました。なぜかふとあの四つの生き物の前にも後ろにもついているたくさんの目は、その一つは癒しの目だと思いました。どうか主よ、癒したまえ。体中が痒くて困っている人、痛い人、膝が痛む人、どう表現していいかわからないんですが、手のひらが痛い人に癒しが行きました。私の家族のことを癒してくださいと言われた方に、私の家族なんだよって、お前の家族であるということは私の家族なんだよと主が言われたように思いました。家族の病を癒してください。もうとても具合が悪くて手術が待たれている方に主の癒しが行きました。私の心を手術してくださいと言われた方に、主の愛の手術はとっても優しいものです。主の祈りは優しい柔らかい風となってあなたを覆うでしょう。経済で行き詰まっている人に、誰の経済か、私の経済である、私の計算で生きよと聞こえました。主をどこまでも信じるということだと思いました。転んで怪我をした方に、また同じ人か違う人か、自転車で転んで骨折した人に主の癒しが行きました。そして不思議な言葉が来ました。痛むのは私である、骨を折って痛いんですが、主がその痛みを私のものだと取ってくださったのだと信じます。主をありがとうございます。そしてこの地はあの大震災から25年を迎えました。傷ついた地に、傷ついた人々に、傷ついた心に、
傷ついた時にあなたの深い癒しを祈ります。主を癒したまえ、今なお残っている痛みを、傷を癒したまえ。そして天に帰った方々も共に御座にいます方と子羊と賛美します。アシア街道に十字架が与えられた時、たくさんの手を挙げている人々がその近くにおられました。主の賛美にあなたが呼んでくださったのだと今わかります。天に帰ったものも地に残されたものも、あなたの痛みとしてくださったことを感謝し、主よあなたを賛美します。どうか今再びあなたの癒しがこの地になりますように。そしてその後に、いやその前も起こった大きな地震に、いや自然災害に、火事に、すべての災害に痛む人々を、地を癒したまえ。癒したまえ。あなたの癒しを信じ感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。やっぱり阪神大震災の日に初めて礼拝で聖なる神が賛美されたというのも、その前の日に与えられたというのも偶然ではないですよね。私たちは中礼拝で御座にいます方と子羊と褒めたたえることによって、アシアだけではない全世界の災害にある癒しを、痛みを、問題を祈るものとされているんだと思います。賛美することは、天の賛美をすることは祈りですよね。今も本当にたくさんの癒しが行きました、まあ、初めからあんまりたくさん癒しが行ってたので、もう全部は言えなかった。でも私の愛する者に幸いあれって、なんか神様が命をかけて、ね、祈り、この幸いを、ね、与えてくださったんだと思います、では、感謝やな賛美しましょう。そして神様に感謝を捧げます。ほんまに感謝やな。感謝やな。感謝やな。感謝感謝感謝やな。感謝やな。キリストが私の壁に死なれたのは、最低限の Thank you.
本当に感謝が溢れますよね。いや、最後に建物を捨てる賛美します。神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛がここに、天に地に満ちますように。アーメン。